試合の結果をお知らせいたします。 B マット 60kg 級の試合は青コーナー竹林高等学校スイージー・グレイ選手のテクニカルボール勝ちでした。続きまして B マット試合番号68番 MC5kg 級青コーナー国民の森高等学校高止まり龍之介選手対青コーナー高津高等学校福岡海田選手の試合です。続きまして A マット試合番号70番 60kg 級2回戦
と65キロクラスの試合は青コーナー高須高校学校藤岡海斗選手の2年間の勝ちでした。続きまして D マット試合番号69番65キログラム級赤コーナー浜田工業高校学校吉村圭次郎選手対青コーナー高岡工業高等学校長谷上博之選手の試合を行います。試合の結果をお知らせいたします。 D マット65キログラム級の試合は青コーナー日本文理大学附属高等学校勝雄太郎選手の安定勝ちでした。続きまして、B マット、試合番号72番、65キロ級、赤コーナー、長崎と南高校学校、これは山田選手、はい、青コーナー、亀谷中央高等学校、工藤大地選手の試合を行います。続きまして、D マット